こんにちは、とうこママです。今年もこの季節がやってきました。自家製の味噌を作ります。味噌はいつでも仕込むことができますが、1年で一番寒い1月から2月がいいと言われています。寒いので雑菌の繁殖がしにくいからです。味噌作りは前日から始まります。材料は大豆、米麹、塩。北海道産の大豆を 1.5 キロ用意しました。大豆をよく洗います。この後大豆の3倍の量の水に約18時間浸します。大豆はすごくたくさんの水を吸います。去年は水の量が少なくて、朝起きたら大豆が水を全部吸っていました。その後水を足したので浸水に時間がかかってしまいました。今年はたっぷりの水に浸して明日を待ちましょう。今日は子供たちと味噌作りをしようと張り切っていたのに、末っ子が体調不良です。午前中に病院に行ったらインフルエンザでした。別の日に味噌作りをすればよかったのですが、大豆を浸水させてしまったので今日作ることにします。大豆は水を吸い、ふっくらとしました。このたっぷりの量の大豆を茹でる鍋がないので、味噌を保管しているホーロー容器で豆を煮ます。さらに大豆は水を吸うので、たっぷりと水を入れて煮ます。そんな今日は節分です。恵方巻きを作ります。寿司酢は酢、砂糖、塩を入れて混ぜ合わせておきます。塩と砂糖を溶かすために早めに作って置いておくといいです。末っ子と病院に行っている間に夫がご飯を炊いていてくれました。寿司飯はご飯が熱いうちに寿司酢と合わせます。寿司飯を作るときは寿司酢を合わせるので、少し水を減らしてお米を炊くといいです。今日は夫が炊いてくれたので、いつも通りの水の量です。切るように全体を混ぜ合わせます。乾燥しないように食べるまで濡らした布巾をかけておきます。布巾の代わりに洗って使えるペーパータオルをかけておきます。泡が出てくるので泡を取り除きます。この後、約5時間かけてことこと大豆を煮ます。今日どこ行ってきたの？ふくちゃんの病院行ってきたんだよ。みんなコンビニ行ってる間、ふくちゃんほらダメだわ今日は。ヒイラギの枝に炙ったイワシ、頭を刺したもので、家の戸口に吊るしたりします。節分は
これ焼きかわしつって、エラでしょ、ヒイラギのエラに炙ったイワシの頭を刺して、これ玄関に飾るんで、厄除けになる。鬼がね、こういうの嫌いだから。トゲトゲ。そう。ほら、節分ってね、季節を分けるってことだ。あ、そうなの？節分っていうのは季節を分けることを節分っていうの？うん。子供たちのおやつを作りましょう。寒い冬に食べたくなるおしるこ。お餅はお正月の鏡餅を切って冷凍していました。ゆで小豆は缶詰を使います。こしあんを使えばおしるこ、粒あんを使えばぜんざいというそうですね。なので今日は粒あんなのでぜんざいです。小豆を鍋に移し、お水を入れて煮ます。甘さを際立てるために塩をひとつまみ。お餅は焼き餅でも美味しいですが、今日は冷凍のお餅だったのでお湯で戻しました。あとは小豆のお汁をかけるだけ。簡単な冬のおやつです。お雑煮できたよ。え、食べる人。なに、おもちゃ入ってる？おもちゃ入ってるよ。イエーイ、お雑煮できたよ。持ってていいよ。イエーイ。ねえ、お雑煮ってやっぱ美味しい。間違えた、お雑煮じゃないね。おしるこね。間違えた、お雑煮じゃないよ、おしるこだよ。あと一個あるよ。もう同じが最高なんだよな。ママが作ったおしるこって美味しい。ありがとう。お餅が伸びるね。豆を煮ている間に恵方巻きの準備。節分には恵方巻きを食べる風習があります。まずは卵から。塩、みりん、酒、醤油、いつもの卵焼きと同じ要領で焼いていきます。続いてはたくあん、大根のお漬物です。巻き寿司の中にたくあんが入るとコリッとした食感がアクセントとなり美味しいです。巻き寿司用に細く切ります。残りはご飯のお供にしようと思います。次はきゅうり。恵方巻きに挟む具材は縁起の良い七福神にちなみ7種類の具材を包みます。包む具材は自由。椎茸やかんぴょう、桜でんぷんなどを包んでも美味しいですよね。次はカニカマ、カニ風味のかまぼこです。手軽なのでこれはいつも入れています。子どもたちが大好きなマグロのたたき。次はマグロ。ちょっと暴れないでいる。うちで。
今日のお魚売り場は恵方巻き用にたくさんのお刺身が並んでいました。サーモンも入れて海鮮巻きにします。卵の粗熱も取れました。せっかく節分なのにみんなさあれなっちゃうよ、インフルエンザ。そうだよ、インフルエンザなっちゃうよ。さっき行けなくなった。本当だよ。今日はみんなで豆まきがしたい。7種類の具材が揃いました。7種類の具材を包む恵方巻きは福を巻き込むと言われています。今日は子どもたちと恵方巻きを作ろうと思います。お味噌汁の具はキャベツと油揚げ。去年作ったお味噌を使います。大丈夫かな。デザートはポンカン。ちょうど2月の今がポンカンの旬。甘くて最高に美味しいです。今日は丸かじりするので海苔は半分のサイズで作ろうと思います。みんなで巻くの。これも巻くの。違う、デザートで。これ何？たくあん。のりがさ、ザラザラの面とツルツルの面あるでしょ、うん、そしたらこっちのザラザラの面をさ、こっち向けて。ご飯を薄めしな。こうやって、これね、まあ、乗せすぎたらあの巻けなくなっちゃうか。多いかな。多いよ。でこっちは1センチぐらい開けて。本当はさ、あ、手で押さえるけど手で汚れちゃう。あ、それ汚れない。こっちが。これほら、こうやったらさ、手汚れないでしょ。うん。じゃん。今日は7種類あるから、7個全部曲げて。7っていうのは縁起がいいんだよ。7だから7個用意したの。これ4でしょ。4、5。あ、カートスプーン持ってきて、スプーン。ちょっとスプーン持ってきて。マグロのたたきが。ありがとう、助かる。マグロのたたきも上に。こう、ちょっとずれないようにこう押さえながら。ああ、ギュッと。ぐる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 。ちょっとスイッチだ。よし。わあ、うまく巻けたかな。あら、形を整えるためにもう一回ぐらい巻いて。はい、完成。やべえ、やべえ。はい、ママのできたよ。これ何も喋らずに食べんでしょ。そう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 、何も喋らずに食べんだよ。どこに食べるんだっけ。お肉んの。お肉るのかな。そしたらぐる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 。お、あ、出ちゃったよ。両手です。そうそうそう。さすがにバスね。これもわかる。お、おできたねの。ちょっと押さえとかないとね、ゴロゴロゴロっていっちゃうんだよ。そうだよ。そうそうそう、ギュッと。オッケー。え、どうかな。ほら、アウト。だからでかいと難しいんだよ。そうよ。できそう。できそうかな。大丈夫かな。丸ま、丸まった。おー、できたできたできた。
うん、どこだっけ、どっちだっけ、南南東だっけ、東北東だって。恵方巻きを食べるときはその年の方角を向いて喋らずに食べ続けるというルールがあります。途中で喋ったり食べるのをやめると福が逃げると言われています。さてと、いただこうかな。ママやめな、ごめん、ごめん、怖かった、みーちゃん、おかわり、それ。うん、いっぱい食べるな。あいきだもん。こんな時にビールが減っちゃった。豆が指で潰れるぐらい柔らかくなったので火を止めます。味噌作りに使う米麹とは蒸したお米に麹菌を種付けし繁殖発酵させたものです。塩を量ります。バッチリ好きちった。米麹と塩を手でよく混ぜ合わせます。さてここからが味噌作りの本番。大豆が熱いうちに潰します。丈夫な袋に茹でた大豆を入れます。これさ、お豆つぶしてくれる人、これをね、こうやって、こうやってさ、まあ踏んでもいいんだけど、踏んで潰すか。うん。ほらほら、みんなの力が必要だ。もう一度、これ袋もう一枚入れて、あれでも。大豆だよ、大豆。大豆って醤油。そうそう、醤油作るのも大豆だし、お味噌も大豆だし。やっていく。やってくれる？うん。頑張るぞ。これをちょっとさ、均等に分けていくから。潰した大豆と米麹、塩を手で混ぜ合わせます。水加え、うん、こういうね、さっき茹でた汁をちょっと やらないと。風だね。うん、ハンバーグをこねてるみたいだ。塩入ってる？塩と麹と
麹って米？うん。これをね、こうやってお団子にして、こんな小麦粉振って。じゃなんかすごい泥団子みたいだね。どう？ああすごいすごい。今日来るかな。消毒した容器に味噌玉を入れていきます。空気が入らないようにグーにした手で押し付けます。ここまで来れば長かった味噌作りもあと少し。全部入れ終わりました。表面を平らにし、塩を振ります。容器についた大豆はカビの原因になるので、きれいに落とします。ラップで表面を密着させるように覆います。余った塩を重しにします。このまま約半年熟成させます。お味噌の仕上がりが楽しみです。豆でも食べようか。ご飯食べる。年の数だけで年の。何だよ。落花生も美味しいね。味噌作りをした後は散らかった大豆の片付けも大変です。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。